こんにちは、高萩のりとしです。クレーム対応の本質チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録の方がね、ちょっと目を離していた月に、激増しておりましてありがとうございます。皆さんのご期待に添えるようにですね、短い尺で、さっくりと学べる動画をこれからも配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、小さいお子様が、ちょっと泣いてしまったり騒いでしまった時にどう対応するのがいいのかというような、そんな話をしてみたいと思います。先日ですね、これメンバーシップの方ではね、メンバーシップというのは私競争チームという、経営者ビジネスリーダーの勉強会をやっておりまして、そちらでは皆さんに問題提起したんですけども、改めて一般公開でお話をしたいんですけども、あるリゾートホテルというほど、そんなすっごい高級でもないけれども庶民的でもない、いいお値段するところに泊まった時にですね、ロビーラウンジで夕方、フリードリンクのサービスがあるということで、私コーヒー飲もうと思ってですね、降りていったんですね。で、私が降りていった時はそんな人いなかったので、あったかいコーヒーをいただいてちょっとくつろいでたんです。そしたら、チェックインした方々がどんどんそのロビーラウンジに集まってこられて、いくつぐらいテーブルあったかな、7、8テーブルあったところがほとんど埋まっていて、で、私のすぐ近くに、5、6人かけられるこうソファというかね、あったんですけども、そこに、おじいちゃんおばあちゃん、それから息子さんご夫婦なのかな、あとお孫ちゃん2人、2人とも女の子だったと思いますけど、2歳か3歳ぐらいかな、元気な女の子がおりましてですね、でその上の子がですね、とにかく駆け回るんです。しょうがないですよね、こう椅子のソファーの周りくる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 バタ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 ってやるんですね。で、やめなさい、こっち来て、静かにしてとかって言うんだけども、もちろんやめるわけもなくバタ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 で、許容範囲ギリぐらいかな、結構あと大声で騒いでいてね、それは良かったんだけど、何かの拍子に泣き出したんですね。で、いわゆるギャー泣き、すんごい力の限り泣いてるんです。で、それも子供だししょうがないよなと思うんだけども、10分でも20分でも20分以上泣き続けてたかな。で、私はね、自分が逆の立場だったら、こうホテルですから一回部屋に戻るか、その場を離れればいいのになとちょっと思ったんです。だけど、もう全く泣き止まないですね。すんごい声で泣いてるんだけど、ほぼ放置状態。おじいさんもおばあさんも何も言わない、何もしない。で、ご主人に至ってはスマホをいじってる。で、周りのお客さん、私以外のお客さんも、もう任の一時ですよ。で、参ったなと思って、で、私がその場を立ち去ればいいだけなんですけどね、なんかちょっと負けた感じがしてね、こういう、サービスの本質、クレームの本質の話してるんで、こういう時ってどうするのが正解なのかなっていうことを考えながらその場にいました。結局30分以上泣いていたかな。で、何かで、お風呂に行こうとしたのかちょっと分かんないですけども、その人たちが、立ち去ったんだっけな、私が先、そんな感じで他のお客さんも、なおかつスタッフは、もちろんその状況をスタッフは把握してますけども、全くノーケアでした。で、今度、夕食の会場に行ったらですね、今回はババ引いちゃったなと思ったんですけど、隣のテーブルにその3世代家族が来てしまってですね、で、飽きるわけですよ、子供っていうのは。で、大人は談笑してるんです。で、子供がもう飽きちゃってバタ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 と、ほら何食べさい、何食べる、なんとかちゃん、なんとかちゃんつってね。で、もう私その子の名前覚えちゃいました。ほらこっちおいで、ダメそっち行っちゃうって言うんだけど、 お父さん椅子から立ち上がらない。で、じいさんばあさんはもう何もしない。で、バタ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 で、またこうテーブルの周りぐる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 んで、上のお姉ちゃんがぐるぐる回るから、下のお嬢ちゃんも一緒でぐる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 、もう保育園状態ですよね。で、サービススタッフの方、入れ替わり立ち替わり来る外国人実習生、若い女性スタッフ、おかみさんみたいな人も来る。で、お愛想はその人たちには言ってるんだけど、
何をしようとはしない、バタ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 って。で、まあ、近くのテーブルの他のお客さんはね、しらけてるんです。会話もない、隣見たけどもう黙々と食べてるんです。参ったなって感じで、ね、で、まあまあ終わった話なんですけどね。で、こういう時に、まあ、私ね、よっぽど立ち上がってね、一言だけ何か言いに行こうかなと思ったんですけど、なんか子育てを真っ向から否定してる嫌なじいさんみたいな感じがして、こっちがクレーマーみたいな感じになるじゃないですか。まあ、直接言いに行こうかなとちょっと思ったんですけどね。でも、じゃあどういう声をかけをしたらいいのかっていうのもちょっと私は分からなかった。あと、ちょっと席を外してね、そこの宿泊施設の責任者の方呼んでくださいって言って、ちょっと度が過ぎるんで一声かけてもらってくださいって言おうかなと思ったんだけど、だってその状況を、まあ、言わなかったんですけどね。で、その状況を認識してるけど結局何もしてないわけだから、私に言われればね、なんかちょっと一言言うかもしれないけど、あちらも多分どっちだけですよ。3世代で楽しく旅行してるのに私が水を差しちゃう。だから、まあ、こちら側が我慢すればいいのかなと思って、まあ、その場は何もしなかったけど、参ったなって感じですよね。で、残念ながらね、それでその宿泊施設の評価って下がるんですよ。あ、こういうことに対して放置するんだなと思うので、まあ、リピートはしない。で、その現象がたまたまでね、もうアンラッキーでしたっていうんだったらいいんだけど、そういうことを許容してしまうね。あの、ホテルとか旅館って食事とか、まあ、温泉とか、そのベッドがシモンズ製ですとか、そういうの一生懸命売りにするんだけど、私は空間を売ってると思ってるんですよ。空間を。それは何だろうな、少なくともリゾート地であればみんなくつろぎに来てるわけですよ。リラックスしたいとみんなが思ってる。もちろんその3世代の子連れの方もそう思ってるでしょ。でも他のお客さんもそう思ってるわけですよね。で、子供だから何でも面積っていうのは、これは違うと思います。私は子育て世代を全力応援したいと思いますよ。なんか黙らせろとかなんて言うつもりは全然ないです。だけど、子供に元気に育ってほしいと思うのと同じぐらい、高いお金を払ってそのリゾートを、まあ、ホテル旅館に泊まりに来た人たちも自分たちの願いを叶える権利はありますよね。で、この状況をどうしたらいいのかっていう話をちょっとだけ、前置き長くてすいません、したいと思います。で、これね、最初に言っときますけど、唯一絶対の正解はないです。ないです。でも、やってはいけないはあります。これだけは避けなくちゃいけないっていうのはあります。それはサービス提供者側が何もしないことです。簡単な事例で言うとね、新幹線でも昔昔の話ですけども、もうすっごい疲れててちょっと休みたかったんでね、グリーン車を取ったことがあったんです。で、通路挟んだ反対側のね、まあ、どっかのお坊さん、坊主ですよ、坊主、ね、大声で携帯でずっと喋ってるんですよ、ね、うん、ね、お察しでしょ。でも、その、まあ、お坊さんの悪口言いたくないんだけど、隣にね、どっからどう見てもキャバ嬢みたいなのを乗せてるわけですよ。もうね、日本の宗教の縮図だと思いましたけどね。で、ぐわーって喋ってる。で、キャバ嬢みたいなお姉さんは、まあ、どう見ても夫婦じゃないよな、あのずっとスマホ見てるんですね。で、グリーン車としてはあんまりいい状況じゃないでしょ。だから、参ったなと思ったら、ドアが開いてね、車掌さん来たんですよ、向こうから。よかったと思ったら、車掌さんスルーですよ、スルー。気がつかないわけよね。で、私は申し訳ない、私も電車の車掌やってましたからね、昔デッキまで追っかけてきましたよ、その車掌さんを。すいません、グリーン車であの状況はないんじゃないですかって言ったらね、はっって気がついたらふりして戻ってきて注意してました。でも、私が追っかけてきて車掌さん戻ってきて注意したから、私がクレームあげたのバレッバレじゃないですか。で、そのどこの宗派か存じ上げませんけどね、あの生草坊主はね、私にガン飛ばしてきましたから。もう最悪の状況でしょ。でも、ね、そういうスルーは一番いけないんですよ。で、
これね、ホテル旅館さんもそうだけど、まあ見てくださってる方いると思うんだけど、スルーはダメで、じゃあどうするかっていう一つの事例を私、これから一つ提案してみたいんですけどね。某航空会社、大手航空会社の CA さんね、キャビンアテンダントの方とちょっと、まあ、研修の後の情報交換会みたいなのがあって雑談したんです。たら、田橋さんどう考えか、ちょっと先生のお考えを聞かせていただきたいんで、私先生でも何でもないんだけどね。たら、あの国内線のファーストクラスで小さいお子さんを連れてるお客さん、まあ、膝抱っこぐらいのレベルのいわゆる、まあ、インファントですよ、我々業界でいうところね。座席を一席買わないで OK ぐらいの子供さんを乗せて、ファーストクラス、まあ、広いのでね、がお客様がいらっしゃると。でどうしたもんかって社内でも議論になってるんだけど、結論が出ない。まあ要は泣かれちゃうわけですよ。いやー、ファーストクラスは厳しいでしょ。周りはやっぱその静寂とかね、空間を買ってる人たちが多いわけですから、それは大量に対応に苦慮するわけですよ。でね、これも唯一の正解はないんだけど、一番いけないのが泣いてる状態を CA さんが放置することなんですね。で、静かにさせるんじゃなくて、ね、その状態はこの空間を売っている当飛行機航空会社において緊急事態であるということを周りに分かるようにリアクションするんです。それも少し大げさに。例えばですよ、離陸の時に泣き始めました。シートベルトのサインが消えない限りはどうすることもできません。だけどシートベルトのサインが消えた瞬間にバッと CA さん立ち上がってね、お母さんの元に駆け寄って、お母さん大変でしたね、今シートベルトのサイン消えましたから、ちょっとよかったらこちらギャレーの方お使いくださいとかって言って、お母さんを立たせてギャレーの方まで行って、なんならカーテンバーッと閉めて、子供さんは耳がおつらいのかもしれないですね、眠たいのかもしれないですね、なんかミルクでしたらお湯も作れますし、私たちにできることがあって言ってくださいねって言って、この状況を私たちは容認しませんよというね、それお母さんを責めるんじゃなくてですよ。で、まともなお母さんならお母さんも困ってますよ。困ってる、泣かれちゃって困ってる、救いの手ですよ、すぐ救済に来てくれるというのは。で、周りのお客さんへのポーズが実は一番大事なんですよ、ね、お母さん当事者だし、お母さんを助けてあげるっていうのはこれ絶対に必要なことなんだけど、この場合一番大事なのは周りのお客さん、サイレントマジョリティが、ね、あ、この状況を航空会社は放置するんだって思わせないことなんですよ。こんな事態はね、この空間においてはあってはならないので、直ちに、ね、状況を多少ないとも改善するために、私たちは全力を投入し、全エネルギーを投入しますというオーバーリアクションを含めて対応することなんですね。